俺の名はエイジ地球は狙われてる毎度帝国レストランです久しぶりの動画になります今日はですね紹介する折り出し物はですね、えー、この魂スペック XS-02、えー、大きい流星レイズナーパチ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 ,パチ、えー、今日もねみんな寝静まったところの時の動画なんでね ちょっと声がちっちゃめです。いやー、これね、実と持ってること完全に忘れてた。<laughs> ちょっと片付けながら出てきたんだ。でもこれ見ると面白い。まあ、もちろん開けたことないんですよ。<laughs> これから初めて、みんなと一緒に開封しようと思ってるんですけど、SPT レイズナニューレイズナですね。だからシリーズの前期と後期に活躍したメーカーがあることも再現できます。へ ゴステロキーと一緒に出 <laughs> されればいいんですけどね。もちろんそれはないんですけど。で、レーズナーと、これですね。ニューレーズナー。極端な違いはないんでね、はっきり言ってる。でね、僕これちょっと見てね、先ほど。一番、<laughs> 燃えたのはね。これ、それほど高額なものではなかったけれども、買った時はね。 でもサウンドギミックないぞ。効果音8種。あと例のメッセージ14種。再選可能。アラームメッセージ。インフォーメッセージ。メッセージ。そこい,い,いろいろてんこ盛りですね。で、レイズナー。でこれ何がいいのは じゃんうん、このジャンほこのように開けれるんですよね。この内蓋みたいなところがあって。これなんだろうね昔の。テレビゲームな恒これ的に思い出すんだけどね。これおそらくレーズナーとニューレーズナーのパーツとかね。いろいろ入っております。で、ここはですね。色のかっこいいポージングとか。 スタンドに取り付けたときとかね、いろいろなどなど見れます。箱だけでかっこいいんでね、帰って開けちゃうのはどっか持ってない気がする。だけどせっかくなんでね、一緒に開けましょう。はい、開封、ドン。 読みると、ね、ここに超合金魂エクスパンションシリーズってなってるので、ね、この魂スペックまあ明らかに超金魂の下の、まあ、一つのサブカテゴリーってやつですねちなみに皆さんレーズナー見たことありますこれ確かに最後の3話か2話ぐらいはもうテレビシリーズに含まれてなくて OVA でしか見れなかったんだよね。あ違う違う。最終はテレビシリーズにあるんだけど、飛びすぎて、間の最終話をつなぐ2、3話ぐらいがないから、え、なんでこうなってんのよっていう感じが見たいんだったら OVA を見るしかない。で、レーズナーのもう一つのすごいところ、<laughs> せっかくかっこいいオープニングの途中で喋っちゃうんだな。お その何だろうねその1話の23秒ぐらいの、えー、まあこういう展開になるよっていうアナウンスみたいなもの,の映像が流れるんだなだから途切れちゃうんでねオープニングは <laughs> まあ独特な本当ものなんだサンダライズの中では本当一色の作品なんだなまあレーズナといったらクスコの聖女なんだなじゃーん まあちっちゃいんだけどねかっこいいなこういうクリアーパーツはいいんだよね俺昔ね結構やっぱりでかいものが好きだったけどね今おっさんになるにつれて意外とこのちっこいものの味がわ、えー、かるようになったあエイジがエイジがよやいやいよ精密感半端ないね いいですね、これ。これ、ブリスター2つね。1と、で、2ですね。いや、これ結構重い。さすが、ギミック満載のスタンドってやつですね。この雑巾シリーズではね、スタンドにギミックが内蔵されてるのはほとんど記憶がないな。DX 超合金とかんなもんだったら、それはもちろんありますけれども。 面面白い非常に面白いいにでで説明書ですちょっとだけ今日はね前半の動画にだけにしたいと思うんですけれどもこれ開けてちょっとだけねいじってみたいと思います。 ちょっとね、休憩はいじゃーんドンいや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 これはなかなかのものなんでねちっこいよっきり言って超合金としても本当にね えーっとね、スーパーロボット超合金並みのサイズなんでね下手するとそれによりちっちゃいかもしれないんですけどけどいいですねなんといってもこのエイジェはすごいよ見えるんかなこれいやいやいやこれいいですね もうダイヤクロン単位何ミリちっちゃい,いんだで、これフレームをちょっとだけ出してみて、あっ、ここに頭に虹が座るんだよね。まあ、このフレームが合金なんだな。だからメタルビールドと、えー、この前のね、ファルゲン触った時もそうなんですけれども、メタルビールドに近い発想なんでね。 この、こいつ、この子が、今、ちょこっと触るだけで、まあ、言えるのは、うん、ちょっとルーズなんでね、関節は。そんな硬くはない。まあ、ゆるゆるでもないんだけれども、せっかくね、フレームが金属なので、もうちょい、うん、でもよかったな。まあ、カード行きは半端ないんだね。見ての通り。これも動きますし、何でも動きますし、 クリックはないんだけどね、ボイルジョイント。これ、肘関節も一軸で動きますし、これはまあ、あのフレームが、裸のフレームなので、余計に分かりやすいんだけれども。これもね、横スカートがこのように開くので、足も動きます。これね、膝は動くのかなするとここまでか。 いやちゃんと動きます、動きます。動きますし、足首も結構動きます。ゴリゴリと。というわけなんでね、カード域は、あれ、取れちゃった。<laughs> 後戻すわ。カード域かなりある、あの、まあ、フィギュアなんでね。まあ、このレーズナー、本当に、機動性を武器にしてる、にした武器、あの、まあ、いわゆる、あの、人型兵器なんでね、カード域は良くないとダメなんでね。 これがあって、フレームがあって、あとね、いろいろなスケールパーツ、1か2か、どっちの再現したらいかしらなんだけど、で、あとこれ、楽しみです。えー、また次の、えー、動画で、いろいろ取りつく物を取り付けた、えー、感じで、えー、一緒に遊びたいと思います。 はい、えー、今日の動画はここまででした。また次の動画でお会いしましょう。ではまた、このチャンネルで会おう帝国レストランでした。